アゲオ事件、アゲオ事件とは、1973年、昭和48年3月13日に、日本国有鉄道、国鉄高崎線アゲオ駅、埼玉県アゲオ市で、旅客が起こした暴動事件である。国鉄では、賃金引上げや、労働環境の改善、合理化反対を目指して、労働闘争が頻繁に繰り返されていたが、公共企業体職員であった、 国鉄労働組合、国労などの労働組合員は、公共企業体等労働関係法、厚労法第17条で、葬儀行為、すなわちストライキを禁じられていた。そこで、組合側は、運転安全規範などの初期則を厳格に遵守すると、かえって列車の運行が遅延する子を逆手に取り、運転安全規範などの初期則を遵守することで、 労働闘争の手段とした、巡法闘争をたびたび言っていた。なお、巡法とは言われているものの、日本国政府は1956年、昭和31年に、このような形式をとる労働闘争を違法と認定していた。しかし、判例形成には至っておらず、行わないようにという指導の範囲に過ぎなかった。1970年代当時、国鉄動力車労働組合、 道路は国鉄経営陣に対し二つの要求を行い、巡法を逃走を実施した。その要求は、一つが踏切事故防止のため警報機と遮断機をすべての踏切に設置すること、もう一つは安全のため 2km 以上のトンネルがある区間と、深夜時間帯の運転手を二人勤務にするものでった。前者の要求について、経営側は全部は無理だが実施するとしたが、 後者については拒否した。なお、運転士二人勤務とは、蒸気機関車時代の名残で、蒸気機関車では、運転を担当する、機関士と石炭をボイラーに投入する、機関助子が運行上必要であった。しかし、蒸気機関車が、電化や、機動車の導入など動力近代化が推進され、全廃の方向に向かったことや、保安設備の近代化によって、 機関助手の出番がなくなり運転士は一人で賄えるようになった。このため、経営人と道路は1972年、昭和47年5月までに蒸気機関車や特別な事情がある場合を除き、運転士一人勤務を原則とする労働協定を締結していた。ところが、道路は蒸気機関車の全廃が早まったためか、1973年、 昭和四十八年になって二人勤務の話を蒸し返し二月一日から第二次巡報闘,闘争が始まり三月五日から散発的に全国的に巡報闘,闘争を実施した結果としてダイヤの乱れが発生するようになった当時の高崎線は長野県北陸新潟県や東北日本海側と首都圏を結ぶ特急急行列車や貨物列車が 数多く運行されており、経済成長によって沿線が東京のベッドタウンとなったために居住人口増加し、通勤通学客も増大の一途をたどっていた。しかし、線路容量が限界に近い中で、沿線住民の通勤、通学に利用される普通列車の増便はままならず、朝夕通勤通学時間帯の普通列車はすでに混雑が慢性化していた。 その上国鉄は慢性的な赤字体質のため通勤軽電車、近郊軽電車の増車も十分にできず、車両不足を補うために扉しかない、急行軽電車を有時間帯の普通列車に投入していたため、普通列車は日常的に混雑していた。さらに、冬季の特急、急行列車は日本海側の大雪で遅延することも多く、 ダイヤコンランジはこれらの優等列車を優先的に通行させる措置を取るために普通列車は大幅な遅延や運休となることが多かった。このため利用客の不満が高まっていった。高崎線の運行に従事する道路に所属する組合員も3月12日の月曜日から順方闘争を実施した。事件が勃発した3月13日は火曜日事業所では年度末。 学校では期末試験の時期であった。そもそもの運行が通勤時間帯の混雑により定時運行が困難な状況であるのに、巡法闘争を行ったことで列車の遅れが拡大した。事件当日の朝日新聞によれば巡法闘争開始以来、上尾駅上野駅間は当時通常37分であったところ3時間程度の時間がかかるようになっていたという。 上尾ウ駅に、籠原発上野駅普通列車 832M、169、軽急行計、電車12両編成が14分遅れて7時10分に一番線に入線した。832M は、上野駅に7時35分到着後、7時51分発、名越駅急行、妙高2号になる前運用ためグリーン車2両と、食堂車1両が連結されており、 その分普通車は少なかった。ダイアグラムでは6時54分で5時41分発の始発 822M から7本目のはずであった。事件当日上尾駅から始発列車が発車したのは25分遅れの6時6分で 822M から 832M までに到着すべき4本の列車が前日巡航闘争の影響のため運用できず運休し、 先発の千八百三十 m は八百三十二 m の後続となっていた。そのため、あげ駅には一時間四分の間到着する列車がなかったことから、大勢の乗客が待っており、あげ駅では改札制限を行っていた。八百三十二 m には定員八百四十人に対し、すでに三千人以上が乗車しており、あげ駅のホームにいたおよそ五千人もの利用客の、 大半は乗車できなかった。そのため、何としても乗車しようとする乗客と列車を発車させようとする職員との間で小競り合いが発生していた。832M が発車できない状況で、後続となっていた、前橋発上の行きぼり普通列車 1830M、急行系、国鉄165系、電車12両編成。 6時48分発予定が52分遅れで2番線に入線した。この 1830M も定員944人のところ4000人以上が乗車するという超満員であった。1830M は7時27分に上野駅到着後、7時40分に上野発加護原駅の普通列車になる運用であった。この混乱の中で、 先に到着した 832M よりも先に 1830M を出発させ、さらにこの両列車を2駅先の大宮で運行を打ち切るという校内放送を行った。結果的にこの放送が暴動の引き金になった。さっき立った乗客が 832M の運転室の窓ガラスを割り、身の危険を感じた運転士が揚げ駅の駅長室に逃げ込んだが、 その後を追いかけた乗客が駅長室に流れ込み、鉄道電話を破壊、中にいた駅長と助役が負傷した。さらに、1830M の運転士や車掌も逃げ出した。こうして、乗客の怒りに火がついた。上尾駅に停車していた列車2本は運転設備や駅の分岐器や信号なども破壊されたため発車不能になった。また、7時30分発車予定で、 駅構内に入線できずにいた、上野初新潟駅下り特急、時2号を投石され、運転席の窓ガラスが割られヘッドマークも壊された。7時半以降の時系列、多線区でのトラブルについて過剰を書きすると次のようになる。本節は主に、巡邦闘争へ起こり爆発電車の運転席に、乱入上げを駅などを選挙一時パニック状態。 交通新聞973年3月14日に面を参照し、適宜個別箇所で多文献を使用。この暴動で、高崎線の大宮高崎間の全線が普通となり、周辺の桶川駅、北本駅、河野駅、熊谷駅などでも、駅舎の窓ガラスが割られるなどの被害を受けた。あげお事件と個別の駅名が付けられているが、 翌月の首都圏国電暴動ほど大規模ではないにせよ、実際には高崎線を中心に複数駅で同種の動きがあった事件である。逮捕者は混乱に常時期から金銭を奪った者、取材に来ていた新聞記者に暴行を加えた者など7名であった。次のような状況の中で本事件は一般国民の注目にさらされた。事件日には全国的に 順法闘争の影響があり、暴動の起きなかった各線でも大幅な遅延が生じていた。13日12時時点での影響は、下記の通りである。この事件を引き起こす原因となった、首都、順法闘争による影響、対象期間は3月5日から12日を述べる。この数字を挙げた、磯崎総裁は事件を未曾有の不祥事と書いている。なお、 二年後のストケンストで注目されるトラック代行輸送も北海道総局管内からの生活物資輸送、玉ねぎ、ジャガイモを対象に15日から実施され日本通運、札幌通運、東日本フェリーが輸送に当たった。この事件は巡航闘争によってダイヤが混乱したことが直接の原因だがその背景には当時特にマルセイ運動が挫折して 以降の国鉄職員による怠慢で横柄な業務態度があり、それに対し日頃から不満を持っていた利用客の不満が一気に爆発したものであった。職員のおごりは窓のついている、つまり利用者の目に触れる可能性がある、運転室や駅構内など乗客の目の届く場所での服務の乱れに象徴的であったが目に触れない場でのたるみもあった。一例としては、 高崎線に存在した国鉄職員専用列車と揶揄される列車の存在である。これは朝の通勤時間帯に一部の試運転列車を踏切前で機外停車させ、資金に居住する国鉄職員を乗り降りさせて、通勤の足代わりに使うもので機材私物化の最たるものであった。ひたすら自意識を肥大化させた国労・道路組合員の増長の結果であった。 また、国労選挙部は影響力が大きく、効果があるからという理由で、乗務員に順方闘争の際には、通勤列車を狙うように指導していたという事実も、あった。1975年、昭和50年3月、国鉄本社乗務理事格で、首都圏本部長に移動した、尾関正則は、この問題について、労組の問題点と絡めて、 現場の職員同士の信頼感の欠如、本音と建前の会議を挙げ、お客さんから声をかけられたら、必ず笑顔で返事をしようといった、ごく基本的なことを徹底することだと思う。基本動作の積み重ねが悪い評判を少しずつ消し行く。建設枠等であり、破壊は一瞬です。後期粛清をうんするなら、ぐずぐず説教するよりも、毎朝決まった時間に出勤することをはっきり言った、方が、 実際の効果はありますよと述べている。また、このような闘争を継続した場合に暴動が発生する可能性については薄う々すうす予見されていたらしく、朝日新聞は13日の夕刊に恐れていたことがついに起きたと書いた。全国サラリーマン同盟代表員の青木茂は、公務員のストケン自体は必要なものと断った上で、ここまでしょっちゅうやられていたのでは同情しきれない。 それにしても運転手が乗客を恐れ逃げ出してくるなんて職業意識がないんですね。と事件当日にコメントした。本事件及び首都圏国連暴動はーソの順方闘争を直接の原因としているが当局たる首都圏本部が指摘した問題点として輸送障害時の対応策不備が挙げられる。このことは 国鉄の幹部たちにも了解されており、事件後、首都圏本部長の人事発令の際は、本社電気局長の尾関が移動した経緯があった。また、尾関は、前本部長の石川徹次郎からの引き継ぎの際、情報問題をぜひあなたの時代にやってほしい。根をつけてほしいと言われたという。尾関自身は次のように述べている。また、小関は国鉄でこの問題が放置された理由として、 国鉄の通信部門が有線通信システムに依存して CTG や ATS の構築にある程度成功した結果無線への着眼がおろそかとなったと考えていたそのため当時の無線通信システムの成功例として鉄道通信機メーカーが受注していた警察無線を成功例として挙げており移動体通信 CTG と列車に対する通信手段 列検知のの可能なシステム開発の必要性を訴えている鉄道通信市は部内向け全国一斉伝達、一斉放送の汎用設備を保有していない点を指摘した。また、鉄道通信市では、機材破壊について何か騒動が起きると決まって通信設備が破壊さると述べており、その理由を旅客と常に接する場所に置いてあり、 防護体制が取られていないことに求めている。対策としては、機材防護の強化では、限度があるため、予備品と移動機材を備えておく、必要性を指摘している。鉄道通信では、部外との接触のうち苦情処理について論じた際、どうも、我が社の体質として、部外向け一般情報提供の重要さの認識が、薄い恨みがあるように思われると述べており、対策として、電話による、 情報案内の充実を挙げている。また、1976年、昭和51年当時首都圏本部工事管理室長、前東京西鉄道管理局電気部長であった佐藤金次は、本事件と首都圏国連暴動の両事件に対して、情報面から乗客向けの情報不足について、次のような総括を行っている。なお、佐藤は、 首都圏国電暴動の際には騒動現場に遭遇したため、直ちに西管理局に戻り、情報収集、復旧、事故の対応にあたり、暴動後の検討会に出席した経験を持つ。このような事実から、佐藤金次は次のような教訓を導いている。なお、具体的な対策としては当時、京王帝都電鉄、現、京王電鉄など一部施設で導入されつつあった。 TTC が名指しで挙げられている。事件当時の首都圏本部次長は、通勤後方面作戦の成果や、今後の輸送力増強の必要性に触れつつ、これらの事件を、単に通勤輸送力の増強だけでは片付けられないと、し、対策として、非常時の情報収集、提供とともに、代行輸送力の自社保有、異常時下の群衆心理を研究することなどを挙げている。 またこの事件に対し1973年、昭和48年度の警察白書、第7章、公安の維持の中で、急激な都市化の進展や国民意識の変化に伴って、従来予想もされなかったような各種の事案として、りリげられ、宅地化への人口増加によることも背景であると指摘している。なお都市化の面から見て、最も直接的な要素だったのは、 第22回国民体育大会の選手村跡地に建設された団地であった。一連の都市下で、上押しの人口は1967年に約7万人で、あったのが、1973年には約13万人へ急増した。なお、沿線人口増加問題については、事件前より国鉄でも認識しており、1972年、 昭和47年12月25日に、業界紙が行ったインタビューでも、大木秀夫高崎鉄道管理局長が、団地造成に触れながら、高専の輸送力を増すと言っても、屋号時間は7分ヘッドが、限度、将来は、高崎線は福々線にしなければいかぬのじゃないか。これだけの収入を上げておる線区のお客に対する、サービスは、当然考えいかなければならないなどと述べていた。 事件後の輸送改善については口日、また朝の通勤時間帯に通勤電車として、乗降に時間のかかる急行列車用車両が使用されていた背景もある。国鉄は慢性的に赤字であったことから、この事件の前後より、各線区に対する車両の投入量数、購入、維持予算増、及び列車増発数、人件費増を最低限に抑えざるを得なかった。 そのため少しでも輸送力を確保するため、近郊系電車を再混雑時間帯に集中的に走らせ、その前後の時間帯に二度は出来付けの急行列車用車両165系電車もしくは薄い峠用の169系電車を投げ入るなどの一時的な対策を取らざるを得なかったことも背景にある。この事件の原因の一つであった。 当該列車は日本とも急行系電車の運用であり、すり革のない急行電車に乗客がすし詰めになったことがさらに状況を悪くしたと言える。なお、本来の近郊型である115系電車であれば、最大15両編成で定員1804人であり、上尾駅で事件で巻き込まれた列車の2倍の定員であった。そのため仮に、巡法闘争がなくても利用者の怒りが爆発していた。 可能性があったとの指摘もある。ただし、梅原は2009年、平成21年に出版した著書で、本事件を取り上げた際、車両の問題を一要因としており、連日の巡法闘争により車両運用が狂ったことや、時刻通りなら来るはずの列車が来なかった点に重きを置き、翌月の首都圏国連暴動と合わせて、巡法闘争を愚かな行いとして批判している。 事件後、総評は、大島藤太郎東洋大学教授を中心とする、調査委員会を設けて、暴動や破壊の手口に、国鉄の事情に通じていなければできない点が目立つ、ことから、闘争の弾圧を狙った計画的、組織的なものであることが、明らかになったと発表した。主要な根拠としては、運転室の配電盤が開けられ、低圧回路のスイッチのみ破壊されていたことや、 翌月の首都圏国暴動で、現業員しか知らない、発煙筒の格納場所から発煙筒が持ち出され、炊かれたことなどであった。これに対して、警察庁警備局の中島参事官は、配電盤や発煙筒も、運転席に入ればすぐ目につき、誰でも手が出せるものと聞いていることを根拠に、事件は偶発的なものであり、総評から疑問点として指摘された。 機動隊の現地到着に1時間以上を要した点についても意図的に遅らせたものではない胸反論を行っている。なお、その後総評も国労も陰謀説を主張することはなかった。なお、一水会の鈴木国夫は、後年、暴動のいくつかは僕らが起こした。と発言している。もっとも、実際は、電車の中で、スと反対。などのスローガンをスプレーしたり、 不法ストに対し立ち上がれ。暴動を起こせ。などと演説した。しかし、乗客には特に咎められることはなかったが、賛同されたわけでもなかったため、なぜ立ち上がらないのだ。お前らは、共産主義者の同調者か。と怒鳴ったという。事件を受けて、道路側も、順法闘争を中止した。しかし、労使交渉がまとまらず、道路は、順法闘争を4月に再開した。 なお、梅原らは、こうした、当時の労組の姿勢に批判的であった。その結果4月24日には、大宮駅での混乱をきっかけに、列車が到着しないことに対する、利用者の不満が爆発した。この際には38駅で暴動が発生し、首都圏の国鉄網が麻痺し600万人以上の足に、影響すという、アゲオ事件以上の大混乱となる首都圏、国電暴動に発展した。 国老、道老のストが一気に減少に向かうきっかけとなったのは1975年、昭和50年末のスト検ストが失敗に終わった後のことだったが、それでもなお、ストは続いていた。事件後、国老東京地方の職場集会や電車区分会では参加した乗務員から、首都圏での巡報は嫌だ、高崎線でやるのは怖いと口々に意見が出ていた。 この事件以降、組合の指令で順法を命じられても、順法闘争を行わず、遅れが出ていなくても組合には、不運遅れたと報告するケースもあったという。小関が指摘した後期粛清に、本格的にメスが入り始めたのは、国鉄分割民営化について、第二次臨時行政調査会などで議論がなされるようになった1982年、昭和57年。 三塚博士の抜き打ち現場視察などによって最も腐敗した現場がマスメディアの前に晒されてから後のことであった。国鉄はラッシュ時に急行系電車の通りを取りやめるため同年4月に近郊系電車である115系電車300番台42両をメーカーに緊急発注した。その後も増備を続け、上尾駅を 朝のラッシュ時に発着する電車からは1975年、昭和50年までに急行系電車が排除された。一連の暴動の後の1974年、昭和49年11月8日、国鉄首都圏本部は首都圏通勤交通現状打開のための提言を発表した。そこでは次のように歌われている。当時国鉄は、 労働問題の他にムビー化した住民運動にも手を焼いており、調査会会長としてこの提言を取りまとめた磯村栄一、また建設が竹出身で当時国鉄技師長の地位にあった滝山守はの法図な重運動には批判的な考えの持ち主だった。また高崎線の資金には東京都心と埼玉県南部を結ぶ通勤路線として最強線。 東北本線四川赤羽駅武蔵浦和駅、大宮駅間が計画されつつあった。事件当日の新聞で背景に触れた際にこのことは触れられていたが、国鉄は通勤新線を計画しているが、大宮以北はまた礼遇されそうと結ばれ、事件直後の産経新聞の取材では、加賀谷浅尾京局長は安い運賃負担しかしていない、通勤定期の利用者のために、 しかも朝夕の限られた時間帯のために新たな路線を設けるなど今後の通勤対策の投資は一人国鉄のためだけの企業ベースではできません。と回答していた。実際には1973年昭和48年当時東北上越新幹線反対運動への対策として国鉄建設局の側から岡部達郎のアイデアによって都市施設隊 事実上の環境対策のスペース付きで後に最強線故障されるようになる通勤新線の建設案が提示されていた。しかし、一部反対派による賛成八県者への脅しや最大2000名に上る運動員の動員により実施された国鉄への自由行為により地元との関係は冷え切っていた。高崎線は通勤通学人口の増加により、 営業係数でも常に上位にランクするなど、国鉄経営への貢献の大きな戦区の一つであり、事件後も輸送人員は伸びを続けていたが、反面、輸送力の増強策は追いついておらず、1980年代初頭でも280%、あまりの混雑率を記録していた。そのような状況を横目に、最強線の建設で見られた反対運動は順次、収束していき、 工事も進んでいった。このことは、高崎線沿線からの混雑緩和への期待感となって現れ、新聞でも報じられている。最強線は1985年、昭和60年9月30日に開業している。高崎線への直通列車は設定されなかったが、大宮以南の通勤需要は同線に大きく、吸収され、平行各線の混雑緩和に貢献した。 なお、蒸気情報システム開発の課題として、佐藤金次は、国鉄幹線で長距離旅客列車が多数、運行されていることを挙げていた。しかし、高崎線では1982年、昭和57年の上越新幹線の開業で、上越線予市の昼間特急列車を大幅削減し、1997年、平成9年の北陸新幹線一部先行開業。 および在来線の路線分断で、新越本線直通の特急列車は全廃された。また、高崎線を通る北港のブルートレインも、航空機などの輸送手段の発達により蓄次縮小、廃止されていった。これらの廃止で生み出された、線路容量の余裕はもっぱら通勤列車の増発に、活用された。なお、上尾市の人口は事件後も増加を続け2007年。 平成19年には約22万人を数えている。電話案内の強化、鉄道電話網の近代化、友人交換所への100%自動交換化、PBX の全管理局配置、電信の自動化などは1973年、昭和48年度より着手された通信用体系近代化計画にて、各半年から数年で充実させる目標が立てられた。 一方で、情報システムの本格運用については、極めて長期の年月を要した。当時目指すべきシステムを、ある程度具現化した存在として、私鉄の運行管理システムがあり、当局がそれを意識していたことは上述した。佐藤金次は、試験として、情報システムに求める要素として、次のようなものを挙げている。なお、この時点で、国鉄線での実用化への課題として、 貨物列車、長距離旅客列車を含めたトータルシステムの構築が必要であることも挙げられている。その後、国鉄当局は在来線で使える総合的な運行管理システムの開発に尽力し、1980年代後半にトラップスとして結晶化した。しかしながら、当時の計算機性能や実システムに適用されていた外では求められる。 能力のすべてに応じることは困難であり、本システムの普及はならなかった。この問題が根本的な転換を迎えるのは、日立製作所の主導で分散システムのアイデアを取り入れた ATO が導入される1990年代後半を待たなければならなかった。佐藤が提言した時代に電話といえば固定電話サービスしかなかったが、2000年代後半に入ると、 民間企業数社により、パソコンを設置した建物への固定回線のみならず、移動体通信の申しごたる携帯電話端末での利用も包含した地理案内情報サービスが普及していった。鉄道通信誌では、ことあるごとに問題となるが、事実が経つにつれて関心が薄れてしまい、いつもそのままになってしまうようであるとの教訓の、忘却に対する懸念が指摘されている。当日は、 ザンビア共和国公共事業大臣会無キタが来日し国鉄へ挨拶に訪れていた。同国はカナダの援助をもとに鉄道近代化計画を立て、貨車750両、客車56両、機関車12両等を購入予定であったため、日本を含め各国の車両メーカーは受注にしのぎを削っていた。これに対してもともと磯崎総裁は 国会対応のため対応対不能であり、代理として宮寺議士長が出席したが、ちょうど本事件が発生し、宮所のは国鉄は現在このような状況であり、これからの皆さんの旅行が予定通り行かないかもしれないので、はじめにお詫び申し上げておきますと切り出すありさまとなった。なお、当時同国でこのような激しい労働運動はなかったため、一層罰の悪い結果となったという。 船越健之助は当日駅に居合わせた一人であるが、暴動には参加しなかった。船越は当時の勤務先で労組を立ち上げ労働運動を大事にしてきた人物であったが、国労への憤りについては他の乗客と同じように持っていた。その後、日本文芸家協会のニュースに本事件について投稿し、4年半かけて関係者150人に取材した。 さらにライター活動に専念するため当時の勤め先を退職し、まとめたルポを1983年、昭和58年、バコ族の町として新庁舎より出版した。朝日新聞の取材には、国鉄闘争を撃滅したという思いが乗客たちには、あった胸を解雇している。前田通の初期長として、厚労協の代表幹事になっていた山岸明は、 ストケンストマッキの12月2日未明、保坂久雄前提書記長から、あげ事件の再来は、まずいと相談を受けている。しかし、山岸は、逃走を優先し世間の支持に無頓着な苦労などを、苦々しく思っており、この際、もうやめてくれという声が、株から出てくるまで、徹底的にやらせた方が、力の論理では、問題は解決できないことがよくわかるという考えに、至っており、 このストが失敗することを見越して、あえて授業料を払うために強行方針を完結させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。